さあ観客の見守る中開始のプレーがなりました。右から左にナイジェリア、左から右にカメルーン、これはファールです。直接フリーキックです。中にスッと入ってきますね。前を向こうというところだったんですが阻まれました。落としても中盤でしっかり展開しますね。まだ持っている。チェック、いいマークですよ。チェック、バックパス、ボールの奪い合い、いった、ファウルをもらってしまいます。前に出したアプローチ、落とします。どうなるんだ、止めに行く、強い、カメルーン、この状況でどう立ち向かっていくか。そうですね、早いうち何かきっかけをつかむことでしょうね。チェックが入りました。前半15分が経ちました。中に誰が来てますよ。チェックを受ける、テーブル奪いましたよ。競り合った、中にスッと入ってきますね。中には一人、チェック、後ろからチェック、ファールになります。しっかり展開してますね。チェック、いい攻めを見せたんですがちょっとうまくいきませんでした。さあ同点のチャンスとなるか。これいい動きを見せてますよ。ここには誰もいない。最後よく動いてますね。守りを固める、ウェボ、ネトウ、このツートップにうまくボールが絡み出してはいるんですがもう一歩及びません。福地のライオンたちが攻めます。ネトウ、笛が鳴っていました。やや飛び出しすぎたようです。サイドチェンジですね。ここで動いた、チェックになります。チェックに行きます。真ん中に行く、スローイング、あれからスッと入ってきますよ。細かいボールの奪い合い、決めた、決めた、2点を取ってさらに動きも良くなってきているようですね。そうですね、余裕がありますからね。中に一人いる、止めに行く、ここは誰も走り込んでいません。ジャストミートしません。
ました。やっちゃいましたね。うーん、ここをキャッチ。さあカメルーン点差を縮めました。あと1ゴールで同点です。いい展開しますね。そろそろ前半の40分を回るところ。セギンに行く。中に誰か来ますよ。右足だ。決めた。右足。さあナイジェリア2点リードです。しかし先ほどのゴール素晴らしい速攻でしたね。飛び出したからね。これはファールです。チェック入れるか。コントロール前線へ。真ん中いい上がり方してますね。1対1だ。シュート右足。さあもう笛が鳴るからでしょう。いやちょっと厳しいですかね。中央上がっていく。ロスタイムは約2分と出ています。アプローチ。うん、いいプレッシャーだ。ここで流れをつかみたい。ここで前半戦が終了。カメルーン、ざっと見たところ選手起用に変更はないようですね。変更ないですね。追いかける。え、そうまく使いこなしますね。チェックに行く。いいディフェンスを見せます。さあ、いけるか。強い。中央よく動いてますね。一人いい動きを見せてますよ。いった。追加点のチャンス。強い、うん、左からのコーナーキック。ゴール前うまく合わせたいですね。おっとショートですね。ここで激しい。中に誰か来てますよ。中に3枚か。一人いい動きを見せてますよ。そのままいっか。雨に落ち着いた反応を見せました。ちょっと攻めあぐんでいます。左サイド上がっていくところ、ゴール前を固める。ピンチを逃れました。ここで奪い合う。さあシュート。さあコーナーキックとなります。ここは何としても決めたいところですね。短く出してきた。右から誰か入る。ここで激しい。おっとこれはどうしたんですか。ここは旗が上がりました。同点のチャンス。中にスッと入ってきますね。もうホイッスルだ。取っていく。アプローチ。いいマークですよ。サイドよく動いてますね。ボールが渡る。中に誰か来てますよ。守りを固める。細かいボールの奪い合い。いい守りを見せる。
見せました。中盤でしっかり展開しますね。セギに行く。ここはディフェンスされました。ナイジェリアとしては、まあ、ああいう守りができているとプレーにゆとりが持てますよね。あと少しで後半30分。一人いい動きを見せてますよ。アプローチ。足技見せます。うまく落としました。左に入った。右に誰か来てます。ゴール前を固める。中には2人いる。このシュート。右足決まった。これで試合も面白くなってきました。いかがでしょうか。いや本当にね、これで振り出しに戻ったということですからね。楽しいですね。チェック。大事に行ってほしいですよね。